放送神、放送神、放送神、放送神は、放送、天然痘を疑心化した悪神で、薬病神の一種である。平安時代の俗日本記によれば、放送は天平7年、735年に、朝鮮半島の白木から伝わったとある。当時は外交を司る多彩符が、九州の畜全国、現、福岡県畜主郡）に置かれたため、外国人との接触が多い。 この地位が、法送の流行源となることが多く、太宰府に左遷された、菅原道真や藤原広津村の御霊信仰とも、関連づけられ、法送は、怨霊のたたりとも考えられた。近世には、法送が白木から来たということから、三冠聖伐の神として、住吉大明神を祀ることで平和を祈ったり、病状が軽く済むよう法送神を祀ることも、行われていた。 関西時代の古典、草村柱玉木にも、本邦関東や、必ず祭り暴走人夫妻に与ど、俗いいのもがみ、我が国で放送を煩う家は、必ず放送人夫妻を二人を御堂に祭り、民間ではこれをもがみというの意図、記述がある。かさがみ、いもみじんなどの別名でも呼ばれるが、これは、放送が激しいかさぶたを生じることに由来する。 かつて医学の発達していなかった時代には根拠のない流言比語も多く放送を擬人化するのみならず実際に放送神を目撃したという話も出回った。1875年、明治8年には本所で人力車に乗った少女がいつの間にか車上から消えており、あたかも口述する放送神よけのように赤いものを身につけていたため、それが放送神だったという話が 当時の西経新聞、日清新寺市に掲載されている右側の画像を参照。放送紙は犬や赤色を苦手とするという伝承があるため、放送紙よけとして、ハリコの犬人形を飾ったり、赤い見てぐらや赤い四式で描いた正気の絵をお守りにしたりするなどの風習を持つ地域存在した。放送を患った患者の周りには赤い品物を置き、未完の子供には、 赤い玩具、下着、置物を与えて、放送よけのまじないとする風習もあった。赤いものとして、タイに車をつけた、大社という玩具や、症状の人形も、放送神よけとして用いられた。放送神よけに赤いものを用いるのは、放送の時の赤い発信は、予後が良いということや、健康のシンボルである赤が病魔を払うという俗心に、由来するほか、意気地を捧げて、 悪魔の怒りを解くという意味もあると考えられている。江戸時代には赤色だけで描いた赤絵と呼ばれるお守りもあり、絵柄には源のためとも、正規、金太郎、獅子舞、だるまなど、子供の生育に関わるものが多く描かれた。ためともが描かれたのは、かつて八丈島に配慮されたためともが、放送神を抑えたことで島に放送王が流行しなかったという伝説にも由来する。 もてあそぶ犬やだるまににも軽く湯のを峠を楽に、声けりといった若者が赤絵に描かれることもあったが、これは前日のように、放送神が犬を苦手とするという伝承に由来する。江戸時代の特本、親切弓張月においては、源のためともが八丈島から遠き、放送神を追い払った際、二度とこの地には入らない、ためともの名を記した絵にも入らないという。 少々に陶器の形を押させたという話があるため、この手形の張り紙も放送除けとして家の角口に貼られた。浮世絵師、月岡義都氏による新型三十六改正にためともの部位器機心を知りぞく図と題し、ためともが放送紙を追い払っているががあるが、これは放送をわずらった子を持つ親たちの 強いため朝に放送紙を倒してほしいという願望を表現したものと見られている冒頭画像3章。張り紙の事例としては、子供不在と書かれた紙の例もあるが、これは子供が放送を患いやすかったことから、ここには子供はいないので他の家へ行ってくれと放送紙へアピールしてたものとされる。放送は伝染病であり、 発病すれば個人のみならず、周囲にも蔓延する恐れがあるため、単に物を飾るだけでなく、土地の人々が、総出で放送紙を沈めて外へ送り出す。放送紙送りと呼ばれ、行事も各地で盛んに行われた。金や太鼓や笛を奏でながら、村中を練り歩く、放送ばやし、暴踊りを行う土地も多かった。また、地方によっては、放送紙を悪心とみなさず、 放送のことを人間の悪い要素を大概に追い出す通過儀礼とし、放送神はそれを助ける神とする信仰もあった。この礼として、新潟県中区木郡では、子供が放送にかかると、藁や笹で三杯子というものを作り、発病の一週間後に、それを子供の頭に乗せ、母親が放送の神さんご苦労さんでしたと得ながら、お湯をかける、払いという風習があった。 医学の発達していない時代においては、人々は病気の原因とされる薬病神や悪を祭り上げることで、病状が軽く済むように祈ることも多く、放送神に対しても同様の信仰があった。放送神には特定の祭神はなく、自然石や石の祠に、放送神と刻んで放送人灯とすることが多かった。薬病神は、異教から入り込むと考えられたため、これらの灯は、 村の入り口、神社の境内などに祀られた。これらは前述のような放送紙送りを行う場所とも、なった。昔の沖縄では、闘争のことをチュラガサ、清楽さと言い,い、闘争神のご機嫌を取ることに専念した。病人には赤い着物を着せ、男たちは夜中、歌、参戦を奏でモガサ神を褒めたたえ、その怒りを和らげようとヨとぎをした。地域によっては、 蘭の花を飾ったり、殻を焚いたり、死姉妹を繰り出した。また、竜花の分類の中に、放送花があり。これは、放送神を賛美し、祈願することで、天然痘が軽く済むこと、治癒を歌った歌である。形式的には、竜花形式であるが、その発想は、呪術的神聖と言えよう。幕末期に主痘が実施された際には、外来による新たな予防医療を人々に認知させるため、 牛頭児と呼ばれる子供が牛の背に乗って放送神を退治する様が引き札に描かれ牛頭による死闘の効果のアピールが行われた。死闘による放送の予防が一般化した後も地方によっては民間伝承における放送神除けの習俗が継承されていた。例として兵庫県滝郡篠山町、現丹波篠山市では予防接種から1週間ほど後、 三手倉を建てた三田原に、笹の葉、石板、水引きなどを備え、道端に送る風習があった。大阪府豊野郡の世長でも、湯掛けといって、同様に首都から十二日目に紐を通した三田原に、赤い紙と石板を備えて放送紙を送った。千葉県印馬郡では、放送流行時、市女が万道を肩に鼓を打ちながら、村を生やして歩くことが、明治十年頃まで続けられていた。 接種の際に赤い御手蔵、赤飯、食紅の印をつけた饅頭などが備えられることも多かった。二十一世紀に入っても赤い御手蔵などの放送紙を家庭で祀っている例があり、放送紙の加護によって放送を患うことのなかったことの感謝の念が今なお残っているものと見られている。前述の放送林や放送踊りが伝統行事として行われている土地も多く、 茨城県では土浦市、田宮地区の放送林が、鹿児島県では薩摩郡入樹町、現、薩摩仙台市や大浦町、現、南薩摩などで行われていた放送踊りが、それぞれ県の無形民族文化財に指定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。